2号艇原田幸也選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。準初戦はコンマ05のトップスタートから逃げ切りましたが、感触の方はいかがでしたか？そうですね、日に日にエンジンも少しずつ出せるようにはなってきたので、今日はある程度満足いくレベルでレースできたと思います。はい、何か仕上がり的に特徴などはありますか？そうですね、超出足型っていう感じで、もうターン周りに関してはすごくいつも以上に気に入ってるんですけど、ちょっとスリット近辺の足がまだまだちょっと不足してるかなというか、もうちょっと出せるかなっていう感じがあるので、そこを求めて最後調整したいなと思ってます。はい、明日は2号艇でのレースとなりますが、コースを含めてレースイメージはいかがでしょうか？はい、そうですね、メンバー的にちょっとどうなるかわからないぐちゃぐちゃな進入になる可能性も十分あるので、そこも踏まえていろいろ進入から考えて、なんとか一応脅かせるような進入レースをしたいなと思ってます。はい、さあ進入次第というところなんですが、スタート見え方は今節ここまでいかがですか？スタートは見えてるんですけど、失敗することもありますし、フライングも怖いので、そこだけは集中して気合を入れて、なおかつ冷静に、今日みたいなスタートがいけたらなとは思ってますけど、はい、はい、さあ地元として気合の入る一戦となります。最後にメッセージをお願いいたします。そうですね、ファン投票のこともありますし、いいレースをお見せして、気持ちよくファン投票入れてもらえるように、精一杯集中して、いいレースをお見せしたいと思います。